今回は1949年に公開された鍋島怪病伝を見ます。鍋島城下には怪病が現れるという噂がしきりであった。そして五城下には変化の仕業らしいという奇怪な事件が続いていた。その頃、金兵衛のところへ城内の上役田沼がやってきて、立派な碁盤があるのに目をつけ、殿に献上しろと勧めるが、といったお話のようです。小森半左衛門を大河内伝次郎が演じています。鍋島の化け猫騒動が題材の作品なのかしら。そうかもしれないね。昭和初期には鍋島の化け猫騒動の伝説を原案とした怪談佐賀屋敷、広く怪病伝などの化け猫映画が大人気となったらしいよ。そうなんだ。それでは一緒に見ていきましょう。だな、人間ともあろうものが猫ごときのためにこうして拍子には打ってよ。今後役目だ。文句言うね。あっちでも猫が赤子を引っかいた。こっちでも娘っ子に飛びついた。猫はいいな。なんか猫は何でも食べられるし、人間はそうはいかねえやな。あの明かりは田沼様が嬉しいだろ。おう、そうだな。田沼様じゃしょっちゅう夜通し寄り合いがあるそうじゃねえか。そんなこと聞くな。それでと心当たりは猫も出られねえてよ。そうなの。出かけようか。出かけよう。ああ、お前さん、まだ店やってたの？もうしまいなさいよ。
嫌だね、お前さん。またそんなものいじりまして。何が嫌だ。亭主が商売に熱心なのが、お前そんなに不足なのか。そんな料金ならすぐ出てくれ。バカバカしい、また始まったよ。欲ぼけにも程があるよ。ああ商売に欲がなくて人間どうなるんだ。この世の中はな、何でもかんでも儲けなきゃ生きちゃいかれないよ。だってお前さん、いくら儲かるからって、そんなお化けの五番なんぞ。この五番の どこにお化けがいるんだ。女房のくせに、亭主の商売物にケチつけるのか。何がケチさ。この五番はね、妙輪寺へ奉納された岩付きの門に間違いないんだよ。お前の言うことはわからないよ。黙って聞きなよ。私はね、小さい時あのお寺預けられていて、和尚さんからこの五番の話を聞いていたのさ。何でもご争いがもとで、人がこの上で切られて死んだんだとさ。模様も確かに同じだよ。ねえお前さん、早くどっか売っちゃいなさいよ。何言ってるんだよ。一昨日買って一晩経ったって何ともねえじゃねえか。でも言われを聞いたら恐ろしいでしょうがな。恐ろしいどころか面白いや。なんでご覧な。だから早くどっか売っちゃいなさいよ。誰が売るんかい。お前さんみたいな臆病者がこんな五番持ってたら今に被害者に遭うよ。バカもや休み休み言え。こんなバカとは知らなかった本当に。じゃあ勝手にしな。バカでこの噂を傷さえ震え上がるお前さんが、よくもそんな大きなことが言えたもんだ。今夜あたりはいいね、ドルドルって出るから。私はね、お前さんがこれ売らなきゃ私が出てくよ。それも今夜中にですよ。お金だって自分狙わなかったんだからね。売ってくださいよ早く。やかましい、このまま何がドル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 で化け物か。ドロドロか。品物じゃございませんよ。ええ、石もなかなかいいよ。素晴らしいでしょ。いくらだ。お値段となりますとちょっと申し上げかねるんですが、ね、女房が申しますには、これはもう外へ出さずに家宝にしてしまっておきたいってこう申しますね。家宝では仕方がないな。家宝では仕方がないと言ってるんだよ。何ですか、あんた親方、売りますよ、売りますよ。お前さん、なんとか早く売らないよ。もう、塗料だ。カゴだって何だって、うちがやるよ。どうぞ、持っていってください。売るのか。いくらか。10、これです。何言ってんだよ、お前さん。また欲ばかりもほどばかりかよ、お前さんは。女に品物のことなんか分かってくれんだ。どっちもいいんですに、この五番は15両じゃ安い。もらおう。明日取りに来るから。親方、今夜持ってってくださいよ。ねえ親方。いや俺には持てないよ。実はね、他に買い手がついてるんですわ。20両で。それが今晩取りに来られたんで困るんです。どうぞ持ってってくださいよ。じゃあこれだけもらっていこう。親方、これも一緒に持ってってくださいよ。この5番も持ってってくださいよ。おかしい。おかしい。何もおかしくございませんよ。この5番に化け物があって、そんなバカな化け物は猫ですよ。そうですよ。今夜持ってってないよ。一両引いておきなさいよ。一両。どうぞ。お願いします。お願いします。親方、あそこの女房と来たら全くひでえやつですぜ。私に5番を承知しておいて、この5番の因縁話をして、お前さん、気をつけなよって言うんですよ。一つ始めようか。勘弁してくださいよ。私はもう岩付きはもう大嫌いなんですから。座れよ。
そんなとやに今晩だけは勘弁して。何言ったら。そうですか。一番だけですよ。二人用ですけど、一番だけですよ。四目でしたね。四目でしたね。嫌な音がするな。安頓から出たか。嫌なことを言わないで。本当に出たか。あ、一緒だ。お前が袖で払ったんだ。待ってみろ。あ、ない、見ろ、そこにあるじゃねえか。バカ野郎、落ち着け。どうも。気はこれだ。どうしよう。なんだ、やたせかい。どうしよう。出た。おい、化け物はこれだ。化け猫だ。いい五番だろう。昼間だけですよ。昨夜おかげさまでうなされてひでえように会いました。え、愚痴がないからだ。ねえ親方、この五番どっかやってくださいな。金兵衛、おうか。お、これはおはようございます。いや、まだ家におったか。ああ、これから小森様へお伺いするところでございます。おお、家老の小森へか。はっ、いかに家老が大事でも、五城内の不審場も見回らぬ前に小森へごますりに出かけるのはちと尋常が違うのか。ご不審場はただいま伺ったばかりです。それならそれでなぜ言わん。小森へ行く前にわしの屋敷へ参る、ちと用事が。ご用命ならただいま伺います。相変わらず強情な男。おお、いい五番があるな。これはお前には不似合いだ。もったいない。猫に小判というやつだ。猫といえばこの頃御城下で化け猫の噂がしきりでございますが、悪い噂が立ったもんでございますな。化け猫の噂などで騒ぐのは御城下の名誉にかかる。それというのも、ご政道にどこか緩みがあるからだ。お前のご贔屓の小森殿など一向ご政道がわからんからこういうことになる。田沼様、お言葉が過ぎやしませんか。ん。まあいいわ。とにかくこの五番はわしが所望する。嫌です。ただとは言わんぞ。勝手取らす。お断りします。なぜじゃ。これは化け猫と同じ類だそうです。何？因縁五番ですよ。かまわんかまわん。化け物結構。なおさら所望。面白い。かまわんのは私の方です。こればかりはお断りします。ひどいな。わしが所望するのだぞ。ダメです。あなたがお持ちになるとたたりますよ。化け物。世の中に例えなどというものがあるか。はたりは在業の深いものか無知なものにつきまといます。どうも貴様というやつは、ああ言えばこういう貴様のような男を強情者というのじゃ。よし、検討しろ。殿様、ありがとうございます。検討いたします。これは見事な五番だな、神田優。お気に入りまして、神田優め満足にござります。いずれ後で褒美は取らせる。恐れ入ります。それにしても神田優、相手がなくては面白くない。余裕にございまするの。聞けば、世の中を捨てたという流蔵寺家の当主又七郎は、よく打つそうじゃの。はい。さよう、ご家中に相手になる者がないとの噂にございます。また七郎を呼んで相手を申し付ける。ああ、早速拙者めがお連れ申すでござります。また七郎は病弱なそうな、いたわってやるがよい。
また妙なものを持ち込んできよったぞ。田沼の親父と来たらろくなことをやらんよ、うん、山下。はい。殿がお呼びになっておられる。ごのお相手を申し上げろ。ご家老、私は全国から頭痛がいたしておりまして。頭痛か、はい、頭痛では致し方がないな。長島、あ、お前お相手を申し上げろ。せっかくでございますが、あの尖閣より耳鳴りがいたしおりまして。耳鳴り。殿のお相手は戦場と同じだぞ。よいか、あの五番はな、天下の珍品じゃ。ヘボゴは盤面を痛めていた。石は軽く置けよ。あの、体中がどうも。誰かお相手をする者はおらんかな。あ、この左平次がお相手つかまつります。左平次か。あ、うん。お前はいかん。なぜいけません。理由を伺います。それがいかんのだ。無気になる。万一殿をお任せです。山下、やっぱりお前が行け。なんという顔をいたすんだ。行け。行くか。それでは私次郎様、もうご仕官はなさいませんの。侍は気が向きません。龍造寺の家は父の代で滅びたのです。私は自分の好きな道を歩きたいと思います。でもこのまま漏れておしまいになるのはもったいないと思います。そんなことはない。ただ江戸へ出て碁の修行したいと思います。江戸へ。江戸でなければいけませんの。かといって五条家にはいい師匠はおりませんし。所詮かなわぬ願いとは思っております。お手だ。いつもそれを言うなとおっしゃってくださいますが、どう考えても。またしても。また七郎様、お体の弱いせいもありましょうが、あなた様は。お手だ。私がどうしましたか。お気におかけにならなければ。無論気になぞ。あなたは何かご自分で鍵を引いてらっしゃる。私の神が。もっと晴れ晴れしくなってくださいませ。私の神が龍造寺家の血統です。今さらどうにもなりません。いけません。そう考えなることがいけませんわ。迎えに来たのか。そうや、このとこまでお迎えに来たの。感心ね。かわいいもんですね。この猫は末の子だったの。それは私が助けてやった。そうですか。うん。お帰りがあんまり遅いんで、黒がお迎えに上がりましたが。お前がそう言ったのか。はい。いつもの木の上で待っている。お父さんが待ってましたよ。そうですか。お前はお帰りの稽古だってどこ行ってるんだ。あら、お師匠さんのとこよ。嘘つけ。用があって俺訪ねて行ったらお昼過ぎに帰ったって言ったわ。おっかさんのお墓参り。お墓参りか。だってずいぶん行かないでしょ。お父っつぁんなんてずいぶん行かないじゃないの。結構なお墓参りだな。おかみさん。やるちゃん、あの黒助さんいないかね。いませんよ。え、ずいぶんご機嫌悪いね。どうしたんだい。喧嘩でもしたのかね。なんだっていいじゃないの。なんだっていいじゃんって、あの
5番だろ。おい、返してくれ。俺、金子さんだから。ははーん、わかった。やっぱり私の思った通りだね。妙林寺から持ってきたんだろう。出たか。知りませんよ。知りませんよって言って困るんだよ。あれがないとね、お寺こういうもんなんだよ。ないったらないんだよ、あんなものは。ないとって、それじゃ困るじゃないか。あのね。与之助、これはなんだ、これは。出せ。はい。まぐれ。戦場と心得ますけ。鎖片びらではないか。恐れ入ります。ならば、余が敵というのか。はい。敵か。はい。この上では。ごとはいえ、盤面に向かうときには、確かに敵というのか。はい。やむを得ません。この上では。どうした、おお、いかがいたした、いかがいたした、どんなもんじゃ。おお、いただいたのか。お、これをいただくまでには脇の下はズックズック。そうか。おい、返せ。おい。これのおかげだ。うん。殿のご機嫌はいかがじゃ。おお、まっすぐだ。そうか。では、わしが参ろう。どうだ。バカを申せ。今度は俺の番だ。いや、わしが行く。いやいや、俺が行く。確かに負けてござりゃ。心得者、幾之進。そなたも盤面に向かうときには、戦場に臨むと言いながら、わざと負けるとは何事だ。おさげになり。殿、ご病中のことなれば。相手が病気中ならば、そなたはわざと首を渡すか。その、いや、その、谷物。あ、どう。ああ、小森か。ご病中の殿にはしばらくごおやめくださいますように。世にごをやめようというが、それよりもそちの病気はどうじゃ。ありがたきお言葉、おかげをもちまして。殿、ごはお体のためにもお家のためにも、これはよろしくございません。ごがなぜいけないのだ。成人はごを楽しむというが。それはごの中に立派な人格の現れるのを申したのでございます。殿の場合、お体にどっ何とぞこの意は固く。待て、わしの方はいけないというが、それなら聞くが小森、過労として一般の政治向き取り締まりはうまくいってるのか。と申しますと。城下には化け猫が出没して人心は恐々としているというが。何者がさような馬鹿げた噂をいたしましたか。内々取り締まってはおりまするが、これは何かためにする不定の輩の仕業だと存じます。寛大はひどく心配しておるぞ。寛大、田沼がさようなことをお耳に入れました。田沼とご丁寧なお使いでございますよ。ばあや。はい。そちの申すことは一応もっともなことながら、私にはお城勤めなどできそうもない。さようでもございましょうが、お家ご再興のことを考えてくださいまし。乳母がこうしてあなた様とご一緒におりますのも、一度はお立派なお姿を見たいばっかりでございますよ。私は嫌だ。まあ、しっかりなさいませ若様。聞いては江戸へ出るためにも何かとお役に立つこの度のお召し、お気に染まないこともございましょうがね。それほどまでに進めてくれるのか。はい、お家ご再興のことを考えてくださいまし。ではお前の意見に従って日を改めて伺うことにしよう。まあ若様、田沼殿。
しばらく。田沼殿には何故ご病中の殿に化け猫のごとき噂をお耳に入れました。これは異なることを受けたまわ。噂などと軽々しく言い捨てにはならぬことでありましょう。その証拠には市中にはますます広がりつつあるではありませんか。それはとにかくご貴殿は殿の体に触るようなことばかり進めていられるように思われるが。なんと。それは誤のことでござるか。いや、誤に限ったわけではない。ご貴殿は近頃のお計らいは見せかねることばかりに存じますぞ。ご無礼でござろう。なあ、小森殿、まずご自身の病を治されるのが第一だ。少し出資を控えられるのが殿のおためだと思う。それは本心から言われるのか。いかにも。殿は貴殿を嫌っておられる。おば様にみんな伺いました。お祝い申し上げます。あなたも喜んでくださるのか。こんな嬉しいことはございません。では。本当に来たのかよ。ネタも出ないもん。兵士は気が違ったわ。気が違って2日も帰ってこないわよ。で、どこ行ったんだよ。知るもんか。おい、いくら飲みったってそうガミガミ飲むなよ。何言ってるんだよ黒子。後で話があるよ。んよし、それじゃあほら、まだ枯れた分まで飲んじまうから。うん、てんな。さあいいから飲みよ。お、すごいね。クミちゃん、もっとたくさん持っといで。はい。お待ちどうさま。よーやっぱいい女はいい男様が来るな。いやだわ。じゃあ私は何で？ん？おかみさんかい？そう。黒助とこれやってるようじゃね。器量も黒助並みか。こら、そうだ。なんだこんな男。え？おお。あら、いらっしゃい。あ、おみの。昼間から飲んだから。ぼつぼつ部屋から時刻だぞ。お帰れ帰れ。お帰らんか。帰って帰って。早く帰れ。あ、帰って帰って。帰れ。もやもう遅いの。どうせ化け猫探しだからな。早く帰ってきてね。どうしたんだい。後から来て一番飲んだな頭だぜ。いやその代わりな、化け猫はこのわしが退治してみせる。どうだか。化け猫って、もういい加減化け猫探しなんかやめてほしいよ。もう待て、黙ってるのはお前さんだったよ。おしか、話ってなんだよ。遠慮すんなよ。もう少し。猫、猫わしは大嫌いなんだ。うん、こんな可愛いもの。ついでに私のことも嫌いになっておくれよ。もうそっち連れてって。ねえ、ひろちゃん。気になるか。何言ってるんだ。お前さんの方がよっぽど気味悪いや。今宵は殿にもことのほかのご機嫌にて何よりと存じまする。これほどのおもてなしに預かり、又七郎厚くお礼申し上げます。又七郎、ところのものは何じゃ。
お見逃しを願います。おお、猫か。殿、この御番はお家伝来にてありまするか。さすがに又七郎は目が利くの。見事であろう。これは最近この神太夫が探してまいった一品じゃ。紛れもなき竜蔵寺家没落の因をなせし者、その友との争いごとなりし、渡る兄弟の音司教、司教とは何をするんじゃ。やめるか、やめる。お相手つかまつる。ただ気が散るといけませぬゆえお人払いを。恐ろしく真剣じゃの。よし下がれ。はは、下がれ。さあみんな下がれ、下がれ。どっちが白か。いかにも。何によって白と決めたか。初手合わせではないか。力量でございます。力量。五年には及びません。初手合わせと申しているではないか。また七郎の力量はそのより上だ。また七郎無礼であろう。石を逃げ、逃げるな。Thank you.
太夫が良きに計らいますれば、決してご心配なきよ。ただ、小森殿だけには、絶対来ない密に。さもなき時は、一大事となりますぞ。殿、お分かりでござりますな。お分かりですな。待て、殿、殿の今。今宵の出来事は仕方ない道に。今宵の出来事は仕方ない密に、ことに小森殿には一言たりと申すことなら。小森殿は。はい、ご病気で出仕いたされません。何病？鍋島家不沈の時に天の助けだ。早くいたせよ、よいな。なんだ。ああ、お侍だ。おい、金兵衛。はい。今塗っているあの壁は塗り替えろ。それからな、この土は使ってはならんぞ。田沼様。何じゃ。何ですか。この土を使ってはいかんと言っとるのじゃ。これは田沼様の言葉とも思えませんね。この土がどこが悪い。この土は芳しくはないではないか。私が今までやった仕事で、こんなことをおっしゃられるのは初めてですよ。金兵衛、まあそう向きにな。いや、向きにもなりますよ。ご上の男だ。親方、変徳な話ですね。いずれお越しで。ああ、かまん、かまん。あそこもそう。ええ、そうです。ここ以来一体全部塗り替えました。では、どこが悪い？これは困った。田沼様、全く困ったじゃわからないんじゃありませんか。悪いところをおっしゃってください。わかったわかった。あなたにはお分かりになっても、私にはわからないんです。あなた様のご心配、お察し申し上げます。でも、そのためにあなた様はお悪くなっては、いつもお見舞いありがとうございます。また七郎様さえ帰ってこられましたら、私も心配ないんでございますが。今日もご家中の方に伺ったんですけど、また七郎様ご登場のことさえご存じない方ばかりで、幸い昨年より私に話のあるご城中の女中奉公、また七郎様のご消息の知れることでしたら、私も後ろに上がる決心です。まあ、あなたがお城へお勤めに。それほどまでにまた七郎様を。ヒロ様さえご無事だったら。あ、クロヤ、どこへ行ってたんでしょう。どこから帰ってきたんでしょう。首輪も取れてば。囲碁のいざこざで事件が起きるのは、以前見た階段佐賀屋敷と同じだったね。囲碁の揉め事であんなことになるなんてちょっと考えられないわ。そうだね。又七郎の亡骸を人が通るようなところに埋めてたけど、あんなところに埋めたらなんかバレそうだよね。確かに山奥とかに埋めればいいのにね。うんうん。他に何か
感じたことはある。大河内伝次郎が主役なのかと思ったら、今のところ出番が少なくてちょっと意外だったわ。確かに。あと大河内伝次郎ってなんかマイペースな話し方をするよね。わかる。セリフを言うとき独特のためがあるよね。うんうん。それから猫がまた七郎の肩に飛び乗るのがちょっと可愛かったな。そうだね。次回は鍋島怪病伝後編を見ます。そろそろお時間ね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。